さあ攻守方向入れ替わりまして、これより最終節第4クォーターに入ります。攻撃権は翔英、ボールオン自陣33ヤードからセカンドダウンイレブンで試合再開です。さあパスが通っている、パス成功。クォーターバック3番右にいましたワイドレシーバー22番ショートパス、これが勝ちました。パスが成功、約6ヤードのゲイン、7ヤードのゲイン、7ヤードのゲインです。翔英ブレイザーズサードダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード、パスを取りましたワイドレシーバー22番は中川。翔英サードダウン4、ボールオン自陣40ヤード。自ら行った翔英ブレイザーズ、攻撃方針になったでしょうか。3番さあここで後藤選手の中央プレイ、攻撃権更新です。ファーストダウンを取ったかどうか微妙なところ、翔英ファーストダウン、ファーストダウン、クォーターバック3番自ら中央に体をねじ込みまして攻撃権更新を果たしました。クォーターバック後藤自らの体を使いまして攻撃権更新です。翔英ファーストダウン、これにより翔英自陣44ヤードからファーストアンテ、このパスは成功。ここでクォーターバック3番ワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、あわやインターセプトになるという危険なプレーとなりました。しかしパス不成功に終わっています。攻撃回数1つ失いましてセカンドダウンに変わります。翔英自陣44ヤードからセカンドダウン10。ここでトラブル発生、ボールをファンブル、しかし自ら抑えることなきを得ております。幸い自ら抑えております。翔英ブレイザーズクォーターバック3番後藤選手、ハンドオフでしたでしょうか。ボールのファンブルが発生しました。ボールをファンブルしましたがリカバー、自ら抑えていますが、しかし結果的に約3ヤードロスと変わっています。翔英ブレイザーズサードダウン、ファーストダウンまで残り13ヤード。翔英自陣41ヤードからサードダウン13の状況に挑みます。3番パスを投じようとターゲットを探しました。後藤選手しかしそこにエールズ1番からパスを投じようとしましたが、リードエフォートエールズシューストリングタックル、足をすくうようにタックルしまして QB サックを決めました。大きなロスを奪っています。大きなロスです。見事 QB サック決めたのはエールズ1番の足立。新たなファーストダウンまで残り27ヤード。翔英フォースダウン27、パントフォーメーションを選択します。ここで攻守交代、アーフウェイ付近でボールデッド、この位置で攻守交代となります。攻守が入れ替わりまして、白のユニフォームリードエフォートエールズ自陣46ヤードよりファーストダウンかと思われました翔英でしたが、しかしここでエールズがビッグプレーを決めまして、この攻撃を断ち切りました。コインさんはメッセージありがとうございます。確かに先ほどのエールズのタッチダウン見事なものがありました。さあそのエールズの攻撃に変わります。エールズ自陣46ヤードからファーストダウン10。パスが通った、パス成功、ファースト
ここでクォーターバック4番一気にロンバース番中央切れ上がっていたワイドレシーバー19番これをタイミングキャッチしまして攻撃更新です。リードフォードエルズファスター。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトは入っています。しかし見事なプレーでした。37ヤードのビッグゲイン。パスを投じたクォーターバック4番はノブヒロ、そしてそれを取りましたワイドレシーバー19番はサコン。素晴らしいホットラインでした。しかしかなり無理があったでしょうか。ここでサコンが一旦サイドラインに下がります。敵陣17ヤードよりファースター。しかしエールズチャンスを得ます。相手陣17ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあどのようなプレーを選択するでしょうか。さあ QB 自ら行った。リードフォールズクォーターバック4番ここでイエローフラッグ反則が発生しています。自らボールをキープ右オープン展開。しかしここでファールマーカー、どちらのチームにあったでしょうか。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生してためレフリータイムアウトが入ります。レフリータイムアウト。ただいまでの得点、ショーエブレザーズ0点、リードエフォートエールズ8点。リードエフォートエールズが8点のリードです。ホールディング、リードエフォートエールズ55番、反則地点より10ヤードのペナルティでファーストダウンを繰り出します。オフェンスチームの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。相手を押すことだけしか許されていません。反則がありました地点より10ヤード下がりまして、ファーストダウン1回目の攻撃をやり直す形になります。ファーストダウンをやり直します。正確には同じ攻撃を繰り返すと表現させて改めさせていただきます。1回目の攻撃でしたので再び1回目の攻撃のやり直し。ボールの開始地点の位置からしましてエールズファーストダウン12で試合再開です。さあ再びクォーターバックノブヒロ自ら持ち込む。リードフォートエールズクォーターバック4番ノブヒロ選手の中央プレー、8ヤードのゲインとしています。8ヤードのゲイン。エールズセカンドダウン4、ボールオン相手陣12ヤード。今度はヤギです。さあブロッカーもついている。ライングバック34番ヤギ選手、34番ハンドフォールを託されまして左をフタックルつきました。タックルいたしましたのはショーエブレザーズ15番ディフェンスバック奥田選手、3ヤードのゲイン。リードエフォートエールズサードダウン。これをショーエ奥田献身のタックルで食い止めております。ファーストダウンまで残り2ヤード、タッチダウンまで残り9ヤード。この2ヤードどちらに外貨が上がるでしょうか。ラストラン。ここでパスプレーでした。ワイドレシーバー17番へのパス、しかしコントロールミス、パス不成功となっています。
クロックに誤りがありましたので、ここで訂正させていただきます。試合時間残り4分24秒で時計は止まっております。チームタイムアウト、リーダイフォートエールズ。エールズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。ここでリーダイフォートエールズにチームタイムアウトの要求です。さあ、ここでエールズは後半1回目のタイムアウトです。このフォースダウンをどのような選択にするか、あえてここで協議する形にしました。現在得点差は8点。この得点のままですと、まだ翔英には追いつく可能性が残っております。これを確実にするためのフィールドゴールを選択するでしょうか、あるいは2ヤードは獲得できるとプレーを選択するでしょうか。そしてそれを翔英は阻止し、反撃のチャンスを得るでしょうか。タイムアウト解けます。試合再開です。エールズフォースダウン2、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、フィールドゴールでなくタッチダウンを狙います。リードルフテールズフォースダウン。パス不成功、攻守交代。ここで選択はパスプレーでした。右にオープンにいましたワイドレシーバー19番に短いパスを投じるという選択です。これは作戦としては当たったようにノーマークでしたが、この天候の雨によりましてスリップ発生しました。結果的にプレー失敗、攻守交代となります。の攻撃へと変わります。ショーエブレイザーズ自陣9ヤードよりファーストダウン。さあ、先ほどのプレーがこの勝敗にどのように影響するでしょうか。攻撃権は翔英に変わりました。翔英自陣9ヤードからのファーストダウン10。エンドゾーンまで91ヤードの攻撃です。パス不成功、こちらもパスからまず入りました。外で展開したワイドレシーバー1番がターゲットでしたが、タイミング合わずパス不成功となっています。攻撃回数 1つ失ってセカンドダウンに変わります。ここに来て雨足が強くなってまいりました。翔英自陣9ヤードからセカンドダウン10。パス不成功、パスインコンプリート。今度は1番の内へ切り込ませのパスでしたが、雨の影響でしょうか、このキャッチならず、パス不成功でサードダウンに変わります。さあ、翔英サードダウン10、10ヤードの壁を越えられるでしょうか。キュービーサック、ここで三度パスプレーによる突破を図りましたが、それを見計らってエールズ9番が猛追しまして、キュービーサック、ショーエブレイザーズフォースダウン。結果ショーエー自陣1ヤードに追い込まれ、フォースダウン18の状況になっています。翔英やむなくパントフォーメーションを組みます。しかし自陣1ヤード、非常に厳しいエリアでのパントフォーメーションです。ここでホイッスルです。チームタイムアウト、翔英ブレイザーズ。翔英、ここで後半2回目のタイムアウトを使いました。後半2回目のチームタイムアウトの要求、迷いがあったか制限時間を超えつつある状況でした。ここで選手が反則を犯す前と、ここでタイムアウトを取りました。
緊迫した状況が伺えます。試合再開となります。翔英自陣1ヤードからフォースダウン18でパントフォーメーションを選択しています。さあなんとか蹴り出した。これをエールズはフェアキャッチ。ここ結果的にエールズは相手陣21ヤードからの攻撃を得ます。リードルホテールズリターナ18番岡本選手がキャッチ、その時点でボールデッドとなりまして攻守が入れ替わり、リードルホテールズ自陣20へ敵陣22ヤードよりファーストダウン。非常に厳しいパントシチュエーションでしたが、なんとかエンドゾーンからわずかですが離した状況。しかしエールズにとってはまだ優位は変わりません。相手陣22ヤードの位置にボールがセットされました。エールズここからのファーストダウン10。試合時間残り3分5秒。さあこのパスどうだ。パス成功だが、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。ここでファールマーカー、何か反則が発生した模様。33番、頭への、強い衝撃がありました、33番につきましてはシカゴ没収といたします。ディフェンスの反則です。ターゲティング、相手を狙いすましてヒットするという反則です。近年脳震盪の危険性が叫ばれる昨今、ターゲティングの反則です。相手を狙いすますヘッドヒッティングは反則となります。失礼しました。プレビアスからゴールまでの半分の距離を前進して、リードエフォートウェールズファーストン。反則は最も重い15ヤードのバスですが、残り距離がありませんので半分の距離のバックタイという形でエールズファーストダウンに変わります。また先ほどの反則を犯しました33番はこの試合の出場資格を没収、リジェクトという形になります。リードエフォートウェールズファーストダウン。敵陣11ヤードよりファーストダウン。白熱した試合のために選手それぞれが緊迫した興奮した状況がうかがいしているプレーでした。しかし近年厳しい状況にありますので、これも重大な反則として扱われます。結果エールズ相手陣11ヤードの位置に入りましてのファーストダウン点で試合再開となります。エールズここをまずランプレーから入ります。リードルフォートエールズランニングバック34番、再びランニングバック34番にボールを託しました。ヤギ選手の左オフタックルをつきまして約3ヤード4ヤードのゲインです。リードルフォートエールズセカンドダウン、ファーストまで残り6ヤード。エールズ相手陣8ヤードからセカンドダウン7。クォーターバック4番ノブヒロ選手、見られクォーターバック4番パスのタイミングを意識しました。ランパスの判断を迷っている間にタックルいたしましたのは見事に対応しましてこのランプレー阻止しています。ディフェンスバック新谷選手です。1ヤードから2ヤードのロス。リードホテールズサードダウン。エールズサードダウン8、ボールオン相手陣9ヤード。ファーストダウンまで残り8ヤード。
ここでランチングバックに託して右オープンへのラップへ。しかしこれは翔英が対応しておりました。外へ押し出し、そこで時計を止めさせています。試合時間残り1分25秒で時計は止まりました。フォースダウンに変わります。エールズフォースダウンライン、プレーを選択します。タッチダウンを狙うフォースダウンとしました。フォースダウンギャンブル、ラストダウン、タッチダウン。ここでエールズはパスプレーを選択しました。クォーターバック4番、左に展開したワイドレシーバー19番にパス。19番、これを見事ノーマークになりまして、エンドゾーンでキャッチ。タッチダウンにより6点獲得としました。勝者のためのタイムアウトです。19番佐藤選手のパスが成功、6点が入ります。6点を追加。ここで審判団よりタイムアウトです。ここでレフェリータイムアウトが入っております。負傷者が発生しております。見事なタッチダウンパスキャッチを決めましたのはリードエフォートエルズ19番のサコンでした。リードエフォートエルズプレーホーポイント、そしてエルズトライフォーポイント。このキックは失敗、6点止まりです。しかしリードホテルズ14点、ショーエーブラーズ0点、佐藤選手のパスが成功、成功いたしました。6点を追加です。ただいまでの得点はショーエーブレイザーズ0点、リードエフォートエールズ14点。この最終盤に入りまして得点を挙げたのはリードしておりましたリードエフォートエールズとなりました。試合終盤まで残り1分18秒、その得点差は2タッチダウン差となっております。さあ残り1分18秒を残してエールズのキックオフで試合再開となります。翔英はこの残り時間で逆転のためにあと2回タッチダウンを上げなければならない状況となりました。時間終了時間迫る中、それがなるでしょうか。そしてそれを成すためのプレーが秘められているでしょうか。このキックオフリターン注目しましょう。さあ低いキックを蹴ってきた。このキック外へ出まして反則となります。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進した位置の攻撃か、あるいは5ヤード下げて蹴り直させるか、あるいは30ヤードの罰則としまして自陣35ヤードからの攻撃のキックオフのアウトオブバウンズ。リードエフォートエールズ5ヤードを下がって蹴り直しをいたします。翔英は5ヤード下げて蹴り直しさせることを選択しました。キックオフボールがサイドラインを超えました。リードエフォートエールズ5ヤードのペナルティー、5ヤード下がりキックオフをやり直します。エールズ5ヤード下がり自陣30ヤードからのキックオフで試合再開となります。翔英リターンに入った。中央をついている。なんとか中央突破により一気にエンドゾーン狙わんとあえて果敢に突っ込みましたが自陣40ヤード付近でボールデッドとなっています。この位置からの翔英の攻撃に変わります。10ヤードのリターン、自陣38ヤードよりファーストダウン。さあ翔英残り1分8秒に逆転をかけます。翔英ブレイザーズ38ヤードから翔英ブレイザーズファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、
昭和ブレイザーズランニングバック28番これも28番佐藤選手の佐藤のランプレーで突破を図ります。これが放送新約5ヤードの原因です。ここでリードエフォートウェールズの選手にヘルメットオフ、ヘルメットが外れる状態が発生しました。この選手がアウトする形になります。あセカンダウン、昭和ブレイザーズセカンダウン。さあこれで時計が2回回りまして残り時間1分を切りました。昭和セカンダウン5。再び中央のランプレー、佐藤のランに託します。しかし中で倒れるため時計が回り続けます。ランニングバック28番、佐藤選手の中央プレーです。タックルいたしましたのはリードエホテールズ77番ディフェンスライン前田選手、2ヤードのゲイン。時間残り30秒を切りました。ショーエブレザーズサードダウン、ボールオンは自陣45ヤード。ファースター、クォーターバック3番左にいたファースター1番にパスを通しまして攻撃権は更新です。残り5秒を切りましての攻撃権更新、ショーエンファースターパスが成功、敵陣取りました。ワイドレシーバー1番は石倉、チームを長年支えてきたベテランがここでプレーを見せました。ショーエン相手陣47ヤードに入りましてのファースター点、試合時間残り5秒。クォーターバック3番ロングパスを投じようとしましたがターゲットを見つからずスクラム。ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合時間がなくなりました。本日の第3試合、昭和ブレイザーズ対リードエフォートエールズの試合はご覧いただきましたように、昭和ブレイザーズ0点、リードエフォートエールズ14点で、リードエフォートエールズの勝利となりました。雨の中、激戦を戦い抜いた両チームに今一度大きな拍手をお願いいたします。一昨年の王者、勝利いたしました。リードエフォートエールズは来る5月28日、王者対決といって差し支えなかったこの一戦は、リードエフォートエールズの勝利という形になりました。どうぞ振るってご観戦ください。実力たがわぬ熱戦を展開しまして見事な試合を演じました。両チームナイスファイトでした。この試合をもちまして本日のプログラムは全て終了いたします。戦いを演じていただきました。ナイスファイト、ナイスゲームでした。秋にリーグ昇格できるようにまだまだ継続していきますので応援よろしくお願いします。翔英は今季こその戦いをこれからも続けていくという宣言があります。その秋の本番に向けてぜひ奮闘を期待したいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その専業は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、必要に当てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の全て終了いたします。それを案じた主人公の姉が、雨が強くなっておりますのでお気をつけてお帰りください。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に向いて助けとなり、家業のために離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していくとさせていただきます。そんな夢のようなおとぎ話がありました。本日の完全撤収5時50分とさせていただきます。今ここにその世界があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。
あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの競技、あの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。このフィールドにいる彼らは、この雅真昇段を強いられた時期を乗り越えまして、開花開校の春を謳歌しております。その果てに、その春の頂点の頂に立たんとする者は果たしてどのような教授となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様、長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は、本日試合をしておりますすべてのチームの依頼によりまして、 NFA 日本社会人アメリカンフットボールの許可を得まして実施いたしました。その配信を行いましたのは、私道楽屋理事でした。機会ありましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。